引きのチームの勝敗が今夜の気分を大きく左右するって言っても大した話じゃない。天井から吊ったテレビを見て僕は君の肩に手を回すけど、きっとこれがベストな形じゃない。残りのピザを食っちまったら、たまには一緒にゆっくり歩いて帰ってみよう。この道は一体どこへ繋がっているのだろう。ヘッドライトが僕たちの不揃いな影を映し出してる。日々をやり過ごして、夢は夢のままでいいと思ってしまう。そんなものなんだって学んだよ。申し訳程度の飾り付けが風に揺られ遠慮がちにクリスマスの到来を告げる。君のことがただ愛しい、どうなっても失いたくはない。低く垂れ込めた雲がこの街と僕たちを包んでいる。ルルルルル。死の谷を突き包み、いくつものカーブを曲がり、越え渡り、その向こう側にまみる何かが待っているというの。いつもより力強く君の手を握りしめて、昨日よりもマシな日にしてみたい。きっとできるはずだろう。